この間売った腎臓が120万、右目が30万、金玉片方売っていくらで売れたっけ。10万もしなかったんだっけ。残りの借金が3804万円。ポチタ、分かってるって。さっさと殺しちまうか。不思議だな。ね、これで3日は食えるね。クーゴ、お前も死ぬのか。悪魔は血飲めば傷治るって聞いたことがある。死にたくないなら亀。俺の血はただじゃねえ。これは契約だ。お前を助けてやるから、俺を助けろ。やっぱ俺も死にたくね。腹減って眠れねえ。寝れねえと借金のこと考えてもっと寝れねえ。決めた。今日寝たら見る夢、食パンにジャム塗ってポチタと食って、女とイチャイチャしたりして、一緒に部屋でゲームして抱かれながら眠るんだ。いいだろ。ポチタ、ポチタ、仕事に行くぜ。ポチタ、俺は悪魔と戦ってるうちに死ぬかもしれない。そうしたらポチタだけが心残りだ。腹すかして死ぬかもしれねえし、他のデビルハンターに殺されるかもしれねえ。悪魔には死んだ人の体を乗っ取れるやつもいるらしい。ポチタにそれができるんだったら、俺の体をポチタにあげてんだ。墓入った後だったらヤクザも追ってこれないだろ。そんでこの町を出て、そんで、うん、普通の暮らしをして普通の死に方をしてほしい。俺の夢を叶えてくれよ。落ちた。俺の体ちゃんと奪えたか。私はデンジの夢の話を聞くのが好きだった。これは契約だ。私の心臓をやる代わりにデンジの夢を私に見せてくれ。落ちた。ポチタ。
君、変わった匂いがするね。人でも悪魔でもない匂い。これ、君がやったの？だ、だかす…悪魔による乗っ取りの可能性はないね。乗っ取りは顔見ればわかるもん。私はゾンビの悪魔を殺しに来た公安のデビルハンターなんだ。君の選択肢は二つ。悪魔として私に殺されるか、人として私に飼われるか。飼うならちゃんと餌はあげるよ。餌って朝飯はどんなの？食パンにバターとジャム塗ってサラダ、コーヒー、あとデザートかな。最高じゃないっす。